王子電気軌道、王子電気軌道は、電気事業、電灯電力事業、軌道事業、路面電車、路線バス事業の3つの事業を経営していた会社である。王子電車、大電とも呼ばれ、王子を知る年配者などから、軌道路線の後ろ身である、現在の都電荒川線、東京桜トラムが、そのように呼ばれることもある。王子電気軌道は1906年、 明治39年5月に発起人、松本東蔵ほ二29名が、東京府北豊島郡王子町、現在の東京都北区王子野を中心とする、電気軌道の布設及び営業を、関係当局に出願した。1907年、明治40年5月には、その許可を得ていたが出願から設立までかなりの、年数が要したため資金難に陥った。右翼施設を経て、渋沢栄一、 西賀電気商会の西賀東吉の資金援助を受けて、株式の払いが完了した。このため設立時の経営陣には発起人からの、就任した者は少なく初代社長には、西賀東吉が就任した。1907年、明治40年11月に申請された、電気供給事業は設立後の1910年、明治43年10月に認可が下りた。1910年、 明治43年4月に、資本金100万円、25万円払い込みで、設立され、1911年、明治44年8月には大塚から、アスカ山間の軌道を開通させて、営業を始めるとともに11月には、電気供給事業を開始した。王子電気軌道は発電所、変電施設の建設などの工事を進め、電気軌道に遅れること3ヶ月で、 北豊島郡王子、菅も、板橋、岩渕、滝野川、小愚、三河島の各町村と埼玉県北足立郡、川口町での伝統供給開始した。これらの地域における伝統需要は旺盛で、開業直後7136棟の申し込みだったが2134棟が設置し、供給開始から1年後、1912年、明治45、 対象元年上期16,964棟に1913年、対象2年下期には24,585棟に達していた。電力需要は1913年、対象2年下期は4 4 8ットの供給となっていたが、王子電気軌道の営業区域内は工場の立地が進み、供給は菅も村で火力発電所、 出力7 5 0ットを建設して、電気軌道、電気供給事業用に当てていたが、電灯・電力需要の好調を受け1912年、明治45、大正元年7月に3 0 0ット増強した。1913年、大正2年4月に、飛鳥山から美濃和館が開通し、電気軌道の営業距離が7 3キロメートルとなるが、 開業当初は2 3トルの路線しかなかったため営業収入は伝統、電力収入の方がはるかに多かったようでる。高時代が流れる中、伝統電力事業は急速な成長にもかかわらず、電気軌道の旅客営業成績が不振で1912年、明治45、大正元年下期と1913年、大正2年上期に4%配当を行った、 ものの195年、大正4年以降、下置きまでは無敗に転じ、資金調達にもかなり苦しんでいたと言われ、借入金が年々雪だるま式に増え、1913年、大正2年下置きには、負債が60万円に超えていた。1913年、大正2年4月株主総会にて、冴賀社長はじめ5人の取締役と2名の監査役が辞任した。代わって、 安田系の資本を代表して、長松敦氏が社長に就任し10月には辞任した。王子電気軌道の経営が苦境から脱するのは1914年、大正3年末に自社発電から稲葉白水力電気の受電にできるようになってからである。1914年、大正3年以降社員の整理や経費の節減などを進めて立て直しを図ったが、 取締役や株主が目まぐるしく変わり不透明さが解消されなかった。1913年、大正2年4月には、社内対立をもとに、埼玉東吉が社長自治安田系の長松社長も、半年で社長を自治常務の広橋貸一郎が、事実上社長を取り行っていたようで、1916年、大正5年4月まで社長が席となっていたようである。大正後期から、 昭和初期かけて、王子電気軌道の大株主が、またも目まぐるしく変わり、東京市、関東配電に引き継がれるまでは、会社が不安定な状態が続いた。原因は、軌道事業で、会社の営業収益の足かせとなっていた。伝統事業は1914年、大正3年から年2倍ずつ、電力使用量が増えていった。1942年、 昭和17年王子電気軌道は、伝統事業が、電力統制により関東配電に合併され、軌道事業は、東京市電機局に引き継がれ、会社が消滅した。王子電気軌道の所有だった王電ビルジングは、現在も、梅沢写真会館として三ノ輪橋に残っており、今でも、三ノ輪橋の近辺住民には、王電ビルと呼ばれ、親しまれている。現在も存続している会社で、 かつて電気事業と鉄道事業を兼業していた会社に、京成電気軌道、現、京成電鉄があり、そして、東急電鉄も目黒蒲田電鉄、東京横浜電鉄と名乗っていた時期に兼業してた。ほとんどの鉄道事業者は、当時鉄道事業と並行して経営をしていた。東急に合併された会社では、旧京王電気軌道、現在の京王電鉄京王線の母体、 旧京浜電気鉄道、現在の京浜急行電鉄の母体があるほか、絹川水力電気によって創立された、旧小田急電鉄、現在の小田急電鉄、京王井の頭線の母体は、伝統事業だけではなく、電力事業、発電業も行い、副業として、鉄道事業を経営していた。京王電気軌道のように、伝統事業の収益が、鉄道事業のそれを大幅に上回るものもあり、 伝統、電力事業は、当時の資本家には、鉄道業より利潤が、利潤生む、事業構造だった。王子電気軌道は、伝統電力事業が主力で、鉄道、軌道事業は副業だった。伝統電力で余剰となった電力を、鉄道、軌道事業に使っていた。王子電気軌道は、東京市内上北地区の板橋区、練馬区も含む、滝野川区、大子区、北区、 荒川区、豊島区。埼玉県下は、北足立川口町、川口市、北足立群草加町、草加市、南埼玉郡や幡村、八潮市の一部に電気を供給していた。経営収益のセグメントは、伝統電力事業が、当時の東京市の伝統電力会社の営業収支トップ3に入っていた。1位が、東京電灯、東京電力の前身の一つ、2位が、 東京市電機局、東京都交通局の前身、そして3位が、王子電機軌道だった。赤羽は、現在の JR 東日本赤羽駅に、隣接しておらず、北本通り上の東京メトロ南北線の赤羽、岩渕駅の位置に相当する別個の駅。軌道事業として、東京北部の三ノ輪橋から、王子駅前を経て早稲田及び、王子駅前から、 赤羽までの間を結ぶ路線を運行していた。1942年、昭和17年東京都、当時は東京市に買収されその後の都になり、1974年、昭和49年から唯一存続することになった三ノ輪橋駅、早稲田駅間を荒川線として運行している。東京都買収後の運行形態などについては、東京都電車と都電荒川線を参照された。 駅名は1934年当時のもの、括弧内の駅名は、現在の駅名、王子赤羽館は、廃止時の駅名。早稲田面影橋から学習院多引く、岸本新前造子ヶ谷、都田造子谷から、水、久保、東池袋四丁目向原大塚駅前、菅も神殿高新塚から新興新塚滝野川、西ヶ原四丁目滝野川一丁目飛鳥山、王子駅前、 山下、堺町梶原船方社湖前、荒川社湖前から、遊園前、荒川遊園地前、お大大宮の前から、熊野前から、小草、東小草三丁目から、町屋、町屋二丁目から、稲荷前、町屋駅前大白前社前、荒川七丁目三河島、荒川二丁目千寿道館、荒川区役所前から三輪、三輪橋、王子駅前王子屋何だ王子二丁目の町、 王子三丁目から尾長橋、王子四丁目、西町、王子五丁目上山橋、上谷町大宮、堀、上谷三丁目北町、下村、下一丁目から七戸目、下二丁目、岩渕元宿、岩渕一丁目から赤羽。王電バスの名で、東京上北地区にバス路線を運行していた。年、昭和年月日付に、 警視庁に乗り合い自動車営業許可申請を提出し1928年、昭和3年9月17日許可が下りた。開業第一期線として、王子赤羽間 4.1km が1929年、昭和4年5月20日に開業した。当時の車両は、米国製、シボレーのバスを2両を営業運転に当たらせたようである。 乗り合い自動車事業が好調になり、昭和5年王子電気起動は、乗り合い自動車を業務とする、冒険会社、王子勘定乗り合い自動車株式会社を設立した。同年、昭和5年京北乗り合い自動車を買収して、大電バス路線に、編入。1935年、昭和10年だと乗り合い自動車株式会社と、日比谷乗り合い自動車の全株式買収し1936年。 昭和11年2月に東京環状乗り合い自動株式会社と改称した通称キバス。後に東京高速鉄道2条と上北地域と埼玉県南部の乗り合い自動車路線を大自電気機道の傘下に収めていったようである。1942年昭和17年に東京市に買収され、現在はトバス路線の一部となっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。